サカイです,ですさあ行きましょうか YouTube コメント欄から質問いただきましたデキさんをよくすると平面構成や立体構成までによくなるっていうのはなぜですかデキさんが一番の基本になってくるデザインする上でもとも聞きますデキさんって私は一言で言うならイメージ力 そのイメージを無限化させる能力だと解釈してますが、うん、わりですね。なるほど。うん、デッサンを良くすると、まあ確かに平面構成や立体構成まで良くなる。 うんまあ、よ,よくそ,れその言葉聞きましたね自分が受験生の時も、はい、で実際そうだと思いますあのなんというか教えてきた経験上でも、うん、デッサンが良くなると他のものもそうですねあの別の種目ではないですねつながってるって感じですね<ー>、はい、同じような技能を共有している、はい、そうですねあのってことそうですねデッサン力が高いと、はい、やっぱりこう平面や立体の中 平面構成、立体構成の中でもデッサン力が、えっと、出てしまう場面が多いので活かせるはいすごく活かせますというかなんか勝手に出ていくというか <laughs> 勝,手<に>勝手に作品ににじみ出ていくという<ー>そんな感じですね<ー>、はい、でななぜかなぜか難しいな <laughs> <laughs> なぜなんですかねななぜんですかね単純にえとまあ平面構成はでもまだわかると思うんですよデッサンと平面って両方とも平面二次元の絵なのでまあ鉛筆が絵の具になっただけなのであ,のある程度そのなんか,かるような気はすると思うんですよね。そうですね立体になると例えばえっと まあ何かをリンゴを模刻するとか、はい、リンゴを見ながらリンゴを作る、はい、粘土で作るとか、はい、これだったらまあ皆さん分かると思うんですよねあのしっかりそっくりになったかどうかとかおかしいからなんか削ったり直そうみたいなその判断はやっぱりデッサン力そのものなので模刻、はい、はデッサン力そのものですよね、はい、であとは模刻、まあ、じゃなくて例えば想像で、うん えっと、円柱を作ったりとか、うん、球体を作ったりとか気化形態をいろいろ作ったり、うん、していく中でなんかこう粘土で作ってると、うん、あれなんかここが曲がってるなとか<ー>ここは傾い水平にしたつもりが傾いてるなとか<ー>そういうことに気が付くのもデッサン力なので、うん、おかしいぞって思えてですぐさま直せるからあの完成度が上が上るんですよね、うん、観察眼ですね。そうですねはい それが例えば幾何形態から今度はじゃあなんかこう S 字にうねるような形を作った自由形態みたいなのを作っててもこの S 字の流れの中であここだけちょっとポコッとへこんじゃってるぞとかそういうのに気が付けるのがやっぱデッサン力なのでそういうその全体的な流れの中でおかしい部分みたいなここおかしいぞっていう部分に気が付くのは。 その判断っていうのは絶賛力がないと気がつかないんですよね。ねはい,はい、はいはい、それはだから石膏像を描いてて、うん、あここの目がちょっとずれてるぞって気がつくのと同じようなことなので、だからどんどんその立体構成のなんていうのかな完成度も上がるので、うん、まあえっとそういうところでそのつながってるんじゃないですかね。まあそのアウトプット との仕方は違えど、はい、その目を鍛えていることになるんで、はい、そので発見であるとか観察であるとかっていうところは同じ目を使いますからねそこはすごくデッサンによって高められるぞ、はい、ということがなぜなのかの答えですかね。 一言で言うなら,ととうならイメージ力そのイメージを具現化させる能力だと解釈していますか、うん、いいんじゃないですかね <laughs> 今の僕の話と照らしてみても <laughs>、はい、同じですよね多分、はい、そのイメージ力こ,ここの粘土の S 字カーブはこういう S 字カーブでなきゃだめなんだとあな,、はい、なのに、うん、あなんかちょっとここおかしいっつってこう直して具現化するんだから。はーはーはー それあのまあ、いろんな言い方あると思いますよ、<laughs> デッサンとは。でも、これいいと思いますよ <laughs>、デッサンとはというので、一言ある人はコメント欄に書いてください <laughs> そうですね、だから一人一人あって、はい、なんかそのどれが正解っていうんじゃなくて、はい、その結構いっぱい正解あるような気はしますけど、ね、まあこれ、一つの正解と見えますね。いや、あ多分いろんな人が、はい、それぞれデッサンってこういうもんだぞ、こういうのに役立てられるぞみたいな 集まるといいなとコメント欄にはい思います、はい、そんなとこですかねはい、はい、ねえ YouTube コメント欄質問待っておりますぜひぜひください今日は以上になりますそれではまた次回ですねさようなら